こんにちは、デリッシュキッチンです。鶏むね肉のクリームバジルチキンを作ります。キヌサヤ6本は筋を取ります。みじん切りにしましょう。ニンニク1かけもみじん切りにします。鶏むね肉1枚は横に切り込みを入れて開きます。麺棒で叩いておきましょう。バジルつけだれです。袋にバジル小さじ1、ニンニクを入れます。酒大さじ1、塩小さじ1/3、胡椒少々、レモン汁小さじ1、オリーブオイル大さじ1を加え、よく混ぜ合わせます。鶏肉を加え、なじませましょう。冷蔵庫で30分置きます。ベーコン2枚はみじん切りにします。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分加熱します。ボウルに入れ、絹さやを加え、クリームチーズ 50g、 粉チーズ大さじ2を加え、よく混ぜ合わせます。鶏肉を取り出し、混ぜた具材を鶏肉の左側に乗せます。右側の鶏肉を折りたたみ、爪楊枝で留めましょう。フライパンに鶏肉を入れ、中火で焼き色がついたら上下を返します。蓋をして肉に火が通るまで8から10分弱火で蒸し焼きにします。爪楊枝を取り除いて切って完成です。